ということで紹介いただきました、地上法なんとかのお話を沢で始めさせていただきます。まあ、最前列で寝てる方も、まあ、寝たい方はそのままご自由にどうぞお願いします。ちょっと英語の資料間に合わなかったんで申し訳ないんで、もし英語のお話必要でしたら後でマキさんとか連れて質問しに来てください。すいません。であともう一個、前の宣伝エントリーで本物の国交省データの取り扱いをお見せしましょうみたいなこと言ってたんですけど、ちょっと山岡さん連れてくるの忘れたんでちょっと話せないんですけど、まあ、大体国交省のデータって本当に何メガバイトもあるデータ、何十メガぐらいある XML のデータで、よくあるパールの XS 系のモジュールで処理するようなことをしようとした場合、すごい時間がかかって、もうメモリーとかもなんか2ギガぐらいメモリー食っちゃうような感じで全然できないんで、そういうのはもうなんか正規表現で適当にバーッと文字抜いて、でもう一回いい感じのデータに見立て直していたりみたいなことをします。で、ブロールとかはこれサブモニターなんで出ないんですいません、さっきみたいになんだり。で、あと初めに注意なんですけど、LINE とか特定のサービス名とか出すとなんかよく炎上するらしいんで、まず出しません。なんかまあその辺ご配慮ください。で、あとまあ資料とかだいぶ文字少ないかもしれないんですけど、まあなんか感想ブログを書いてくれる方とか、多分気象 JP の方でもなんか文字起こしとかあると思うんで、その辺まあなんか聞き逃した方は聞いていただけるとなと思います。で、あとまあLINE 担当じゃないので、全然合コンにも出ないし呼ばれないんで、なんかもし合コンとかある方いましたら後で呼んでください。まあ薬師はなんか、ね、楽しいお面で、ね、なんか終わらしたいなっていうのがあるので、皆さんよろしくお願いしますっていうことで、まあ自己紹介として、まあ、一条工系のなんか基盤みたいなのを作っていたり会社でしていて、あとまあちょっと最近は全然別のことやってるんですけど、あんまり紹介することないんでブラ系にハマってますっていうことですね。あとまあ他一条工系でなんかこういうことを結構やってて、まあ今回その延長戦で話すっていう感じですね。で、前回の FC で、なんだ、こういう2007年、5年前ですね、話していた話すぎとしては、誰か、チャドバーさんか誰かが出れなくなったんで、代打で急遽やって、結構不完全燃焼でした。で、その時は、日本語のテキストから日本の住所を抜き出すようなモジュールの発表をしてて、京都の住所が怖いとか、北海道の住所が怖い。という感じでやって、だだ滑りしてきた感じですね。で、今回は、北海道が怖くない、あと京都はスルーしようみたいな話があったんですけど、今度は北陸が怖かったりとか、なんか熊本市っていうのが、4月ぐらいに、政令指定都市になったんですけど、その時にすごいひどい状況になっているっていう話もできます。で、まあ一条工系のコンテンツでなんか結構重要なのはやっぱりすごい妥協が必要で、色経路とかもなんか結構すごい細かい精度まで求めようとすると、なんか機材にすごい金かけたりしないといけなくて大変なんですけど、まあ携帯コンテンツとか、スマホコンテンツっていうのは10メーターぐらいのズレとかは結構許容できたりするんで、そういうのは妥協しましょう。あとなんか情報電源でもなんでしょうね、5レベルとか、3丁目4番地2号の配分、2号の中にいっぱい家があった場合とか ABCD とか枝丸とかつくんですけど、そこまで詳細に解析しようとすると本当に日本全国、渡り歩いて住所 DB みたいなのを人間が作っていかなきゃいけないので、それも現実的じゃないので妥協しましょう。あと、まあ、住所データの整理を教えていくんですね。小技とか大技とか、あと、結構通称で住所とか書かれている人が多いんで、そういうのも、やっぱり、すごい妥協しましょう。打算の算術ですね。その辺、やっぱり重要で、ちゃんとやろうとすると、なんか3年かかってもできなくて、給料どんどん減らされててクビになるっていう、悲しい未来が待ってます。で、まあ、で、やることに見合った制度ということで、
まあ、さっき言った通りですね。で、まあ、大体商店の六段地とかそういうのだと、商店データとか小学校とか何かしらの、建物があることが前提のサービスなんで、そういう場合ってやっぱりあの山の中のなんか林道の分岐点の住所が正確にどういったものなのかみたいなのまで知らなくてもいい場合が多いんで、そういうなんか枝葉っていうかあんまり使われないだろうなっていうような住所データは、まあ、もう捨てるみたいな感じですね。あとなんか、なんでしょうね、その位置情報サービスで一体どういう感じでユーザーに使われてるのかみたいなグラフとか出したいときも、なんかみんなあのマッシュアップだとか Google マップスとか使いたがるんですけど、そういうのって結構いろんな余計な情報があって、なんでしょうね、その集計したデータを見せたいのにガススタのアイコンとかいろんなのが散らばっちゃうことで、なんか何の地図なんだか分からなくなるみたいなことができて、で、まあ、頑張りたければあのやっぱりなんだろう、ね、アルプスとかそういった会社を買ってしまって自社の中ですごい有能な人を囲ってやった方がすごい近い時もあるっていうことは思ってます。まあ、僕はあのそれはまだ選んでないですね。一応今日のアジェンダとしては本日小さいですね。一応あのヤップCなんでCパンの話と、あとなんかサービス的な話をしたいなと思います。で、まあCパンのモジュールなんですけど、まあ、とりあえずあのヤップCに配慮して一応パールの話をしたいと思っていて、まあ位置情報系のモジュールの紹介をしたいです。で、これがなんか何をするかっていうモジュールかというと、色経度っていうのは、測地系とかがいろいろあって、例えば東京測地系と世界測地系だっていうのは同じ色経度の数字を使っていても、なんか測地系が違うと100メーターずれるとかそういうことがあって、最近でもあの iOS が新しくなって、なんか、ランドマークの場所がすごいずれてるぞみたいなことで測地系がうんぬんみたいなのが言われてるのがそれなんですけど、そういう変換をすごい簡単にするコンバーターですね。あとフォーマットとして何でしょうね、北緯35度49分72秒みたいな、度秒形式のフォーマットもあれば、普通に Google とかで使われてるように 35.1974822 みたいなフォーマットとかいろいろあるんですけど、そういったものをすごい簡単にコンバートするモジュールです。僕もなんかあのロケタッチにジョインしてたらこのモジュール使ってあったんで、ああなんか全然今まで仕事で使ったことなくてメンテルしてたのに、なんか仕事でようやく使うようになったなっていう感慨深い思い出がありました。で、次に、まあ、HTTP モバイルエージェントでなんでだって思うかもしれないんですけど、やっぱりあの携帯のコンテンツとかで位置情報を扱うようなコンテンツだと携帯電話の機能で色経度を取るんですね。で、やっぱりそれってあのキャリアとかによって取り方が違うんで、その辺を全部いい感じに吸収してくれるモジュール でキャリアごとに何でしょうね、フォーマットとかこういう形式のフォーマットですねとかいろいろ変わってくるので、その辺のGoogle 形式にしたりするとか測位系を変えるっていうので、裏でこのさっき言っていたジオコーナーとかなんとかコンバーターっていうのを使ってやるっていうモジュールです。で、ken all CSV って書いてあるんですけど、まあ、最近リリースした、郵政省が、郵便番号のデータベースっていうのを公開していて、それがあまりにもしどいフォーマットになっているっていうのは2ヶ月ぐらい前にすごい話題になっていたので皆さんご存知だと思うんですけども、それをうまい感じで処理してくれるモジュールですね。実際なんかもうこういう町名のところなのに次のビルを除くみたいなことが書いてあったりとかして、で次をビルを除くっていうことが書いてある場合のルールの左側はこれは正式な町名でここだけを抜き取って採用しなきゃいけないとか、それなんだけど、あとはなんか知んないけど名駅の場合だけこれも名駅なんとかビルみたいな感じ
に後で続くんですけど、免疫の場合だけ、なんですかね、そうそう、免疫っていう町名なんだけども、なんかビル名とつながっていて、普通になんかパースできないとかあったりする。あと、あの回数、フロアによって郵便番号違うんで、それ処理するとか、そういうことやってます、ね。あと、なんかすごい話題になってたのが、なんだ、番地ごとに郵便番号が細かく分かれている場合っていうのは、町域の後になんか括弧で、375番地とか723番地みたいなのが、そういうデータがずらずら並んであるんだけど、基本的にあの町域さえ取れればいいと思ってるんで、括弧の中は全部バッサリ切り捨ててるとか、そういうことやってますね。まあ、なんかその辺もやっぱり妥協の産物みたいなので、まあ実質あのあの辺の、郵便番号のデータベースカジュアルに使いたい人って括弧の中いらないでしょっていうことはあるんで、その辺は捨ててますっていうのもあるし、あと実際その中身を真面目に使おうとしてても、多分精度とかすごい問題あるんで、使わない方が賢明ですね。ということで、ケンオール CSV の全てはもうこれで終わりです。あとジオハッシュとかがまあ結構すごいよくある便利なモジュールなんですけども、まあ、ジオハッシュっていう、色経路を、一つの文字列に変換して、なんでしょうね、すごい MySQL とかで検索するときに、もうなんか、このカラムに色経路の情報が入っているような感じにできるんで、例えばあの、文字数、ジオハッシュの文字数がすごい長くなると色経路の範囲の絞り込みがどん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 小さくなるんで精度が上がっていくんだけども、なんか600メーターぐらい、半径800メートル、600メートルぐらいの程度の精度でいいっていう時になると、6桁のジオハッシュを使うとなんかそれでいい感じにコスパよく、なんかこの辺りのスポット一覧みたいなやつが取れたりするっていうことですね。まあ、ジオハッシュで検索すると、なんか、すごい、まあ、水路ライブさんっていう、わかりやすい変化を書いてるジオハッシュの専門家がいるんで、まあ、こういうやつですね。この XN なんとかかんとかっていうやつが、この19メーター×31メーターで、大体この辺の範囲を表している。で、この文字がどんどん増えると、なんか、範囲がでっかくなる。で、このジオハッシュっていうのは、この区形エリアの全てを表しているっていう感じのフォーマットですね。で、ジオハッシュと牧さんが作ってる XS 実装があるんだけども、なんかちょっと、ピュアモジュールの方、あんまりなんかもうメンテナンス飽きちゃってるっぽくて、なんかバッチ送っても全然反応なくて、XS の方は日本人なんで、ガンガン叩くとやってくれるんで、結構はかどります。で、この中で結構便利なのが、なんだろうな。この辺ですね。アジャセント、アドセン、なんとか。あ、で、このジオハッシュの左側のジオハッシュを取ってくれ、上側のジオハッシュを取ってくれみたいな感じで、近接のジオハッシュとかも取れるので、例えばなんだろうね、この位置から、半径2キロぐらいのジオハッシュ一覧を取るみたいな時に、まあさっきの、まあ、水産が、要するに今マウスポインター、例えばこの辺にポイントしててもジオハッシュ的にはこの XN76GG なんですよ。右上のをなんかポイントしてても同じなので、例えばここから半径2キロのデータが欲しいってなった場合に、なんか、半径2キロじゃない、半径500メーターぐらいの両端情報が欲しいってなった場合に、ここをポイントして、でこの文字の長さだと大体500メーターぐらい、半径500メーターぐらい取れるから、これだけ取ればいいやっていう考えになったりする人もいるんですけど、そうじゃなくて、こっち側とこっち側とこっち側のジオハッシュを合わせてなんかまとめなきゃいけないので、そういった時にさっきのアドナとかっていうやつ使って、周りの集めて、
大体半径2キロぐらいのデータ取ろうねみたいなことが簡単にできるものですね。で、さそれを簡単に使うためにまた僕が作ったやつで、そのさっきの色経路とかフォーマット変換のやつのプラグインも書いてあります。で、ヨハシュ PM っていうのがあるんですけど、まあこれ結局あのジオハッシュっていうのはあのなんかジオハッシュっていうやつで一つの綴りになってる名前なのに、なんかわざわざジオコロンコロンハッシュっていう感じでコロンで名前空間区切ってるのがすごい気持ち悪いっていうのと、あとなんかなんだろうな、ピアなんだっけ、マキさんがあのジオハッシュの本家の方に、XS が入ってたらそっちも使うようにコード書いてくれみたいなパッチを送ってたんですけど、やっぱりなんか、なんだろうな、ジオハッシュのピュアパールの方のコードはすごいクリーンであった方がいいので、その辺もやっぱり外出しにしてこっちのジオハッシュ PM だけでいい感じのことができるように作ろうかなと思って今作ってます。でもちょっとなんかすごい別の仕事入っちゃって今開発止まってるんで週末にやろうかなと思います。ということで、だいたい C パンの話が終わりで、もう17分ぐらいですね。で、まあ次のテーマがサービスなんですけど、その前にかすごい軽い話をしようと思っていて、あのオープンストリートマップっていうのが最近なんか注目らしいんで、僕よくわかんないですけど注目らしいんですけど、上司に行けって言われて行ってきたら、なんか海外から参加する人がほとんどで、なんだろうな、海外から来てる人80人ぐらいいて、日本人の参加者十数名とか、そのぐらいなんか差が激しくて、場所はあの東大の駒場のキャンパスでやってたんですね。で、結構なんかもう海外カンファレンスみたいなフォーマットに沿ってランチ後にみんなで集まって集合写真撮ろうねみたいなことやってたりとか、なんか昼飯とか全部無料で、まあ今回のヤップ C もすごい、食べ物とか飲み物とかめちゃくちゃ頑張ってるんで、あんな感じでホスタビリティ高い感じでやってました。で、懇談会とかあって、で、2日もなんだろうな、多分全部の日に懇談会があって、2日目になんか屋形船みたいなのがあって、乗り場が月島だったんですけど、渋谷からなんかもう月島までなんかスタッフが多分40人ぐらいいるのかな、で、スタッフ1人につき外人の人を10人ぐらいでアテンドしてって、みんななんか民族移動みたいになってやって頑張ってました。でも面白かったですね。で、すごいあの刺身とか余っててめちゃくちゃ釣ってきました。で、次の軽い話として北陸がすごい怖いっていうのなんですけど、なんかぱっと見多分わからないと思うんですけど、なんかこの辺が長目っていう扱いらしいんですね。あと128アザとかそういったやつ、まあ普通だとあの何丁目とかそういうのを見てこの、バンチの部分を、切り分けるんですけど、そういうのができないので、北陸だけなんかこういう特殊なことしないと全然ダメでした。なんでこれあの実際のデータであのその町の名前と丁目番地を分ける部分のテストデータなんですけど、なんかこういう感じになってます。あと他にもなんか知んないけど番地の中にトトカが入ってて意味わかんないですね。本当なんかよくわかんない、マジで。あとはあのアブ、ブとかもあって、ブはなんかあの多分町域の名前なんでそっちに分けるんだけど、この竹部っていう町とかもあるんで、その辺はちゃんと分けなきゃいけない。あとは富山県だと九区とか、なんか九区、接触さんが浮上している。ババッと検査、あ、いや、触んない方がいいですね。素晴らしい日頃の行いがいいせいですね。で、まあ1号とかそういうのもありますと。で、まあだいぶ
本当に特殊な地域で苦労したんですけど、ちょっと北陸にゲームがある人に聞いてみたら、大体いいんじゃないみたいなこと言われたので、今のところ安心してます。あと次が熊本県なんですけど、なんですけど、さっきも言った通り、特別行政区ができたので、さあ、なんか合併データベースとかどう作ろうかなと思って見てみたんですよ。そしたらですね、すごいですよ。これ、上の方が泉三丁目っていうのがあって、そこが中央区に所属していて、その下が泉四丁目から1番、3番までとかが中央区で、すごいのが真ん中の方の17番の泉4丁目17番地、1号とか11号まで中央区 で17番地の12号から28号目までは今度しばしくっていうところで、その次また中央区みたいな、そういうあの行政区分けがしてあって本当にビビったんですけど、すごい詳しくした調べてみたら、小学校の学区域がそういう区切りになっているそうなんですよ。で、地図見てみたら、なんか山とか谷とか、谷っていえば坂とかいろいろあって、まあこういうふうに区切るだろうな、みたいな感じになってたんで、まあそれは納得できるんだけど、なんだろう、ちょっと、よくわかんないですね。あんまり上司とかが熊本出身らしいんで、あんまりそういうこと言えないんですね。消費税の終わってサービスの話なんですけど、まあ昔なんかモバイルのサーチエンジンを個人的に作っていて、その時に検索ロジックとしてもやっぱり携帯とかって文字入力するのすんごい面倒くさいんで、ページにアクセスした時にその時その場所に見合ったような検索エンジンとか検索結果のコンテンツとかブログとかそういうのが見れたらすごい便利じゃねえと思ってたんで、その辺を作ろうと思ってたんですね。で、まあその結果の、過程として昔アプシーで発表した住所検出とかを作って、まあでページのコンテンツごとに色系を割り当ててみたいなことをやってみたりとか、あと住所色系のフォーマットコンバーターとかもそういうのも作ってたんですね。で、まあ何でしょうね、今はなんか、ロケタッチっていうところで結構近いのがサービスは出てるんですけども、やっぱりまだまだちょっとまだ僕の思っているようなイメージには届いてないんで、まあ先にまだまだなんか思い描いてる未来は遠いなっていうのは思っていて、やっぱり地上波サービスっていうかそういったものの重要性がすごい今高まっていて、もうやっぱり誰でもスマホで色経路とか取れて、なんか地図とか見れたりとか、今ここにいるよって教え合ったりするじゃないですか。で、LINE みたいになんかもう、個人単位の待ち合わせするときにも、なんか今ここみたいなのが簡単にできたりするんで、やっぱり結構、本当にキャズムはこう位置情報系の話を取り越えてるし、あと iOS6 になんかアップデートしない人とかがいて、やっぱりそれは地図が全然ちゃんとならないから、困ってたりして、多分僕も結構思いつきで山とか行ったりして、でこれどうすればいいのかなと思った時に Google マップスとか見て適当に道選んで歩いてったりするタイプなんで、本当にそういう地図がないとなんか遭難してしまって死んでしまう。で、まあやっぱり人間って移動していくものなんで、位置情報っていうのはいつでも重要ですね。あとなんかサービスとかでもニュースだったらどこで事件があったとか、食事したいときはレストラン何みたいな、レジャーだったらスキー場どこにあるとか、海水浴どこみたいな、住むだったらもうどこに引っ越すみたいな、近くの駅までどこ何分でどういうルートとか、天気もそうだし、地図もあるし、イベントどこでやってるとか、乗り換えとか観光総裁だったら、そういう結婚式場とか、通販だと住所を入れたりとか、そういうのがあるんで、やっぱり本当に位置情報っていうのは、サービスで多いですね。で、まあちょっと話は飛ぶんですけども、なんか最近グロースハッキングっていう、話がもうちょっと一旦ここでこの話を、置いておくんですけど、グロースハッキングっていうやつがバズってるんですけど、まあ結構前からみんな普通にエンジニアの人っていうのをやっていて、まあちょっと入社してみてなんかグロースフォーキャストみたいなのが全然なかったんで、
なんかプロトタイプ作ってカルグロさんに丸投げしてみたら結構なんか好評だったりしてて、なんかプロデューサーの偉い人も、おお、これはすげえぜとか言って、なんかどんどんグラフ書いてみたいなことをなんかいろんなところで言ってるらしいんですけど、結構やっぱりこういう視覚化っていうのが本当に重要で、例えば僕とかがよくやってるのが、競合サービスでツイッの URL がツイートされた数みたいなグラフを取ってみると、自社サービス と、競合サービスのなんかサインみたいなのが見れて、でなんか自分のサービスですごいガクンと上がったり下がってたりしてるのが、これは自分のサービス由来なのか何なのかっていうのを知るときにすごい見れて便利で、まあ、例えばお盆休み、これフォースクエアの例なんですけど、8月のお盆休み、大体この辺なんですね。で、こっちが平日で、平日は大体山が3つあるじゃないですか。で、1個目の山が通勤ラッシュでチェックインしてて、2つ目が昼飯とかでチェックイン。3つ目が帰りとか飲み屋なんですけど、お盆休み入ると平日、こっち、この真ん中は土日で、それは大体いつもなんですけど、こっちだともう、大体朝通勤しないんで、昼ぐらいにどっか旅行先とか地元、実家とかの飯屋で食って、で、夜またツイートチェックインしてるみたいのが傾向が見て取れる。で、大体インスタグラムとか、パスとか、ミールとか、そういったところのサービスも取ってるんですけど、みんな本当に同じ傾向ですね。ちょっとまあ、インスタグラムだけ、サービスの内容違うんで微妙に、深夜時間帯までトラフィックが伸びてたりはしてます。多分家でなんか写真撮って共有したりしてるんでしょうね。で、それが位置情報サービスでもなんか視覚化っていうのは重要なんで、それを置き換えた時にやっぱり隠し図みたいなのを自社で持ってた方が結構やりやすいっていうことなんですね。まあ、グラフとかテキストデータでもいる程度の羅列がバーッと眺めて、もうなんか集計みたいにできるんですけど、やっぱりなんか全然頭の中入ってこないんで、もう絵にした方がいい。で、まあ、なんで自前で作れるかっていうと、さっきも言ったんですけども、なんか本当にもう自治体の名前とか線路とかで書いてあって、余計なマークがないと、その集計の内容に集中できるっていうところが大きいですね。例えばなんですけど、ちょっとスクリーンキャプチャー持ってきたんですけど、こういう、なんでしょうね。まあ、こういうデータかは言えないんですけど、こういった、線路が書いてあって、渋谷区がこういう枠になっていて、どの辺に何の駅があるかみたいな感じで、パッと見で分かる。で、ああ、この辺集中してるな、みたいなのが見れて、それが想定通りだったかっていうのを考える。あと、ちょっとこれ、余波集。特殊なんですけど、この例だと、まあ、なんかちょっと全自動で、区域の、地区の区域分けを作ってみようと思って試しに作ってみて、でレンダリングの方法をどうしようかなと思って18種をこの細かいのをガーッと敷き詰めてみて、なんかクラスタリングして色だけ変えてやるみたいなことをやったんですね。で試しに豊洲とか辰巳とかこの辺が集まってたりとか、中野区だったら中野の周辺だけちゃんと分かれてるみたいなのが出て、大体想定通りで。で、なんか真ん中の都心部だけ全部一個のでっかい円なんですけど、やっぱり都心は本当に全部都心なんでもつながっちゃってるんだなっていうのが見えるですね。それで、まあデモっていうことで書いてあるんで、デモしてみて、実際のシステムなんですけど、なんかこういう感じで、例えば東京都文京区で入れてプレビューって押すと、なんか頑張ってます。おこれはいかんパティーナで、だいたいプレビューができたんで、その表示を何にしようかっていうので、とりあえずなんかこういうの用意して分析で、まあなんかこの辺当たり障りのないやつを出してみる。で本当はこれなんかなんですかね、ランドマークみたいなのとかもかけたら便利になるんじゃないかなと
思ってるんですけど、まだまだそういうところには避けてないですね。まあそのうちこれくるくる止まったら出ると思うんで先進むと、まあでなんかこういったシステムはやっぱりサービスの中だけ固定して作っちゃダメだと思っていて、結構位置情報系っていうのはやっぱり扱うのは労力が必要なんで、どうせやるなら全社的に使えるようなインフラを目指すべきで、やっぱりさっき言ってた通りいろんなコンテンツで、まあ今はまだ白地図の話しかしてないんですけど応用できるんで、初めからなんかそういうことを考えた方がいいですね。で今もなんかちょっとドキュメントとかすごい書いたりとかしたり、あとなんか社内の勉強会みたいなので話したりとかもしてたんで、ちらほらなんか他のサービスでも使われているらしいです、白地図じゃなくて。でまあできるなら外に出すことっていうのも結構考えていて、まあどっちにしろそんなにまあ当たり前のことを当たり前に作っていたらなんか企業、まあデータ以外の企業秘密みたいのはないと思うんで、その辺結構カジュアルに出そうかなっていうのを考えています。でまあ全然できないですね、ネット重いのかな。でまあ、何で作ったかというと本当に当たり前の情報なんですけども、なんか国土地銀じゃないや国交省とかそういうところで、行政区域がどういうポリゴンデータになっているかっていうのを、配布無料で配布していて、まあ、ちょっとライセンスっていうか、は社内利用で印刷して出したりとか、ディレクターの会議で使うような用途でやる分には全然問題ない。ライセンスになってたのでそれを使っている。あとさっきも出てたんですけど鉄道路線のデータとかもあるのでそれは使ってます。で最近なんか多分明治ぐらいかな、ずっと昔からの鉄道路線がどう移り変わってきたかみたいな細かいデータ、時系列のデータとかも増えてるんですけど、そっちは JTB だかなんかから商用利用しない前提で国土交通省に渡されて、それそのデータを元になんか作ったデータなんで、なんか AD 利用ができませんみたいな感じになってるんで、その辺は使ってないですね。でまあ本当はなんか道路とか河川情報も欲しいと思ってたんですけど、多分道路はオープンストリートマップの方でデータが手に入っていて、河川情報をなんか昨日チラ見したらなんか琵琶湖みたいなのがレンダリングされてたんで、多分なんか そうですね、僕が作ってるんじゃなくて、これは大学生のバイトの結構優秀な子がいて、あれなんですよ、なんかとりあえず比較化重要だっていうんでだと思ってたんで、こういうの欲しいよねっていう話をしてて、なんかこのデータ、さっきの国交省のデータとか使って頑張ったらできんじゃねって言ってみたら、なんか作ってくれてるっていうやつですね。でなんか他の人もなんかヒートマップみたいなのあったらすげえはかどるわとかちょろっと言ってたら、なんかすごい勝手にできてたし便利です。いやもうありがたいですね。でまあ材料としてこういう、まあ、SQL の実拡張を使ってたりとか、まあ、パールイメージャーで、イメージャーヒートマップっていうのは多分その中の人が多分明日の LT かなんかで発表すると思うんで、まあそれ見ればいいです。で白地図の話が終わって全然来ないですね、残念でした。で、企業法 API っていうのがロケタッチにはあって、まあ普通に何でしょうね、こういう鉄道路線の一覧が JSON で返ってくるだけとか、あとラインコードっていう路線の番号を指定したら、その路線の駅のデータがザーッと返ってくるだけっていうすごい単純な API を作りました。でまあ駅っていうのは本当に日本だとやっぱり、日本の位置情報的には駅がすごい重要でみんな鉄道も発達してるんで、やっぱりその駅を中心にいろいろ物事を捉えた方が結構分かりやすいっていうのがあるので、ちゃんと正しい、なるべく本当に正しいデータとして整備しようって言って結構頑張って作ってました。でまあすごい小さいですね。まあなんかそのままだと使えないんで、こういう
例えば元データだと東京臨海高速鉄道っていうのが書いてあるんだけど、大体の人わからないんで臨海線に書き換えたりとか、そういった独自の加工をしていたりとか、駅名とかでもまあなんか三宮駅がのが入ってねえよみたいな話もあったりするんで、その辺変えたりとか、あと何とか駅で終わる場合はいいんだけど、停留所とか免停とかそういうので終わる場合もあるんで、線ごとにサフィックスを変えるとかこういうのやってますね。であとだいぶ時間がないですね、まあさらっと言ってますけど、こういった正規表現とか使ってますね。でまあこういう感じで、地名とか町名とかをガーッと分離してます。でもできるかな、でもがいいっすね、多分。なんかこういうのがあって、まあ、ちょろっと入れましょう。ハテナ。ハテナの住所言えると言えないですね。まあ、ハテナ、住所。まあ、わかりやすい。なんてことなの。ハテナ NEG とか、ああ、任天堂にしましょうか。任天堂ないな、京都市役所。これはひどいってやつだ。いやー、連日なんか何も考えてないのバレましたね。で、ありましたね、この辺。この辺もちょっと切れたけど、入れるとどうなるか。あれ、ネット繋がってないのかな。まあ本当はなんかこれをやると左京区の通り名があるんですけど、ここが消えて本能寺についてこういう感じの住所になりますよみたいな感じでした。でまあなんか帳面とかの区切りとかもこう UTF-8 とかだとこんだけ配分がいっぱいあって、みんなこういう感じでだいぶ自由な感じで使ってるので一緒にしたりとか、通知部分が正しいかって言って、これ北海道ですよ、ね、大阪かとか北海道とかあるんですけど、その辺で番地とか帳面が正しいかとかも見てる。で帳面っていう名前の町とかもいっぱいあるんですよ。北海道をしていて、あと北海道っていうのなんか怖いとか言ってたんですけど、だいぶシンプルな感じで、こういう処理で大体一応何条何丁目みたいのを正規化どっちかに寄せる、まあ何条何丁目を西何条何丁目を西何とか配分みたいなことをしてるのを、なんか条と丁目っていう感じを付加して正規化するとかもやってたりとか。で京都はまあさっき言った通り、なんかだいぶ難しそうに見えるんだけど、なんか通り名だけ消せばいいよねっていうことでこういう関数メソッド作ってやったんですけど、結構長かったんで割愛しました。あと自動発信から自治体コールを取るっていうのは、結構まあ自動発信ベースでなんかシステム作っていった方がメモリ的にも優しいし、計算量少ないんで優しいって便利なんで、とりあえず自動発信ベースでこういうのデータを作っておいて、これの自治体どこだっていう時に自動発信から自治体コールを引くみたいなことをやってます。で6桁の自動発信を引き詰める、日本全国に引き詰めると、大体19万レコードでそういった対応表が作れるので、結構データ量少なかったので採用した。でまあスマホで検索して、例えばこのスマホで検索したいというの自治体どこみたいなことをする場合は、こういうこのぐらいの精度で十分かなと思いました。あと正規化 API とかで本当にベビー使ってなくて正規表現だけなので、このぐらいのメモリーを使ってそれをコピーオンライブコピーオンライブと引かしてプロセス増やしまくると適当に動かしてても数百 QPS が出たりとかしてますね。でコードの話もしたかったんですけど、大体本当にシンプルに、なんか国が出しているデータをこういう感じにタブ区切りを分けて DB に突っ込んでこういう SQL やると簡単に色経路から住所が取れる。で逆ジオコーディングも簡単で、色経路をキーにしてこういう SQL を投げると近い順に出てくるっていう感じですね。でまあバンチの中心点から近い順なんで、なんかすごい
込み入った自治体の教会とかになると違う隣の自治体を指してしまったりするんですけど、そこは教会データを使ってはみ出さないようにしてあげるとか、そういうのもできます。で、DB も全部データ突っ込んだけど、なんか結構能力っていう。ということで、すいません、時間過ぎちゃいましたけど、NHK ジャパンがなんか人材募集してるウィングで、なんか位置情報とかのお仕事一緒にしたい人も、まあ、それ、お仕事それだけじゃないんですけど、まあ、そういった人がいたら、後でなんか声かけるなり、人事の人捕まえるなりしていただけるとなと思います。ありがとうございました。